女性のお悩みランキング1位と言っても過言ではないかもしれないお悩み、そう、肌荒れですね。最近はそのマスクする機会も増えているので肌荒れのお悩みをお持ちの方多いんじゃないかなと思っています。私自身も肌荒れで悩んでいたりします。ネットで検索してみたりすると薬とかサプリメントとかたくさんあると思うんですけれども、今回は身近な食べ物でこう体の内側から肌荒れの対策ができたらいいなということで、肌荒れと関わりの深い栄養素についてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は肌荒れの予防に関わる栄養素をご紹介していきたいなと思っています。まず肌荒れはなぜ起こるのかというと、大きく分けると要因は2つかなと思っています。1つが外的な要因、もう1つが内的な要因です。外的な要因っていうのは乾燥とか紫外線とか、あとはマスクだったらこの摩擦とか、そういったことが体の外側で起こる原因の一つとして考えられるのではないかなと思っているんですけども、もう一つこう内的な要因で考えると、女性だとあのホルモンバランスとか乱れでこう月経前にこう肌が荒れやすくなったりだとか、栄養バランスっていうところも内的な要因として挙げられるのではないかなと思っています。前の日に脂っこいものばっかり食べたりとか、甘いものたくさん食べた日はちょっとなんか肌が荒れてるような感じがしたりとか、経験もあるんじゃないでしょうか。肌荒れはこう体の内側からのサインでもあるっていうところで、今回は内的要因の栄養の部分に着目してお話ししていきたいなと思っています。肌荒れを少しでも良くするためにどんな栄養素を摂ったらいいのかっていうところなんですけれども、まず一つ目にビタミン B2 というビタミンを摂っていただきたいなと思います。実は美容ビタミンというふうにも呼ばれていて、肌とか髪とかそういった美容の面ですごく密接に関わっているビタミンというふうに言われています。なぜなのかというと、ビタミン B2 の主な働きが脂質の代謝っていうところが働きとして一つあるんですけれども、摂った脂質、油分を体の中でうまく代謝してエネルギーに変えたりだとか、あるべきところに行き渡らせるっていうような役割を担っているんですけれども、摂った油っていうのは体の内側だけでなくて、こう表面の皮脂として現れたりっていうケースもあります。なので肌の表面に出る皮脂のバランスを整えたりとか、乾燥している時は皮脂を分泌することでその潤いを保ったりとか、そういった働きを担っているのがビタミン B2 になります。2つ目がビタミン C と呼ばれるビタミンです。お肌にビタミン C がいいのかと呼ばれる要因はですね、たくさんあるんですけれども、まず一つに抗酸化作用っていうものを持っているっていうのがあるかなと思っています。抗酸化作用っていうのは肌の酸化を防止する、外気に触れたりとか紫外線で少なからず肌っていうのはダメージを受けているので、ダメージや酸化から身を守るっていうところでビタミン C は働いてくれます。もう一つに、ここもすごく大切な働きなんですけれども、ビタミン C はコラーゲンの合成に深く関わっています。コラーゲンも美容に関する栄養素っていうイメージはすごくあるかなと思うんですけれども、実はコラーゲンっていうのはタンパク質の一種になります。取ったタンパク質をコラーゲンという形で皮膚とか髪の毛もそうですし、関節とか軟骨とかそういったものも全部コラーゲンでできているんですけれども、肌を構成するコラーゲンの生成の上でもビタミン C が必要不可欠になってきます。なのでビタミン C がなければお肌のこう潤いを保つようなコラーゲンの生成がうまくできないということにつながってくるので、ぜひビタミン C 意識して日頃の食事や生活に取り入れていただけたらなと思います。3つ目、ビタミン A と呼ばれるビタミンです。皮膚や粘膜を構成する上皮細胞と呼ばれるものの形成に関わっているというふうに言われています。皮膚も一つ一つの細胞が集まってできているわけなんですけれども、その一つ一つの細胞を構成する上でビタミン A というのが重要な役割を担っていることになります。なのでビタミン A が不足してしまうと肌荒れもそうですし、口角炎が出たりとか目に見えたところで不調が出てきたりっていうところもあるので、ビタミン A も意識して摂っていただきたい栄養素の一つです。次がビタミン E と呼ばれるビタミンです。抗酸化作用っていうものになっているのと、あともう一つが血行の促進という働きもになっています。血行促進すると何がいいかというと、クマとか顔色がなんとなく悪いっていうようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけれども、血色を良くするっていうところと、血行がいいっていうことは摂った栄養素が十分に体の中に行き渡るっていうところにもつながるので、血行を良くするっていうところは綺麗な肌を保つっていう上でも重要になってきます。なので血行を促進する働きを持っているビタミン E、ぜひ取り入れてみてください。次に重要な栄養素はタンパク質ですね。
肌の材料はタンパク質です。古い皮膚と新しい皮膚っていうのは常に入れ替わってたりするわけなんですけれども、新しい皮膚を丈夫な肌に作り変えるっていう上では材料がなければ作ることができないので、タンパク質は重要です。コラーゲンもタンパク質の一種なので、肌の潤いとか弾力とかそういったところでも重要な関わりを持っています。で、最後なんですけれども、これは栄養素ではないんですけれども、肌荒れにお悩みの方はお水を飲むっていうところを意識的にしていただけたらなと思います。体の中の老廃物を外に排出する上では水がなくてはならないので、体内の水分を入れ替えるっていうところも重要になってきます。じゃあお水1日にどれぐらい飲んだらいいかっていうと、実は明確にこの量飲みなさいっていう決まりはないのが正直なところです。なんですけども、私がおすすめしたいのは1日にコップ8杯分のお水を飲むっていうところになります。1杯が 200ml だと考えた時に、だいたい8回飲むと 1.6 リットルくらいになりますので、1日の流れで8分割してみて、飲むタイミング時間とか定めてみていただけると、ライフスタイルに組み込むことができるかなと思うので、取り入れてみていただけたら嬉しいなと思います。栄養素だけだと具体的なイメージがつきにくいので、どんな食品を取り入れたらいいかなというところになってくるんですけども、ビタミン B2、 ビタミン B6、 タンパク質、これらはですね、お肉やお魚といった動物性の食品かつタンパク質を豊富に含む食品を取ることで摂取することができます。ビタミンを取るってイメージを持つと、野菜とか果物をメインになりがちで、お肉とか食べる機会を敬遠してしまうような女性もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はそのお肉やお魚といった動物性の食品に豊富に含まれているビタミンもあるんだよっていうところを今日押さえていただけたらなと思います。なので、肌のためにって言って野菜ばっかりとか果物ばっかりってするのではなくて、ぜひバランスよくお肉とかお魚といったタンパク質源を普段の食事に入れていただきたいなと思います。ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E といったこれらのビタミンは緑黄色野菜や果物を摂ることで摂取することができます。普段の食事にタンパク質を豊富に含むお肉やお魚をしっかり組み合わせるっていうところと、人参とか、ブロッコリーとか緑黄色野菜と呼ばれる野菜と、果物とかをより意識して取り入れてみていただけるといいかなと思います。で、プラスアルファでお水を飲む量っていうのを意識してもらえると、お悩み解決に少しでもアプローチできるのではないかなと思っています。余談なんですけれども、私自身がマスクする機会が増えたことで、今までなかったちょっと肌荒れ悩んだりして、こう自分の食事を見直してみた時に、タンパク質とか野菜っていうのは食べてたんですけれども、1日の食事の中で圧倒的に水分の摂取量が少なかったっていうことに気づきました。多分今お話しした中で、高タンパク質な食材と野菜果物と水分、どれかがもしかしたら思ったより取れてないっていうことに気づけるかもしれません。ちょっと意識してみて取り入れてみていただけるといいんじゃないかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。